2010年、大分県別府市の雑木林で若い女性が変わり果てた姿で発見されました。女性の一人旅のリスクを改めて世間に伝え、人気のいない場所を狙った犯人の手口に怒りしか感じない事件について追っていきます。事件は2010年9月4日午前9時15分ごろ、大分県別府市妙盤の温泉鍋山の湯に続く参道下の雑木林で息絶えた女性が発見されたことで明らかとなりました。発見された女性の身元はすぐに判明し、兵庫県神戸市で看護師として働いていた当時28歳の横手博美さんであることが確認されました。温泉とドライブが趣味だという横手さんは夏季休暇を利用し、8月28日から自家用車で九州の温泉などを巡る一人旅をしているところであったといいます。福岡や宮崎、鹿児島を巡っている時には横手さんは家族とメールのやり取りをしていました。しかし明日別府に行くつもりという連絡を最後に、8月31日から連絡が取れなくなってしまったのです。家族は捜索願いを提出し、横手さんの無事を願っていましたが、9月3日には横手さんの車が秘湯である鍋山の湯に通じる道の途中で発見されました。そして警察がその車の発見場所周辺の捜索をしたところ、車から約200メートル離れた雑木林で横手さんは発見されましたが、家族の願いも虚しく、すでに帰らぬ人となっていたのです。警察の捜査で横手さんが所持していたはずの携帯電話や財布、免許証、衣類などがなくなっていることも確認されました。しかも司法解剖の結果、頭蓋骨の一部は陥没し、舌骨なども骨折していて、何者かに手で首を絞められたことによって命を落としていたことが明らかとなったのです。警察は強盗殺人事件として130人体制で捜査を開始し、犯人の行方を追いました。休暇を利用して温泉巡りの旅をしていた横手さんの身に一体何が起きたというのでしょうか。兵庫県洲本市出身の横手さんは、地元の高校を卒業すると県内の看護専門学校へと進学しました。ここで看護師の資格を得て卒業し、兵庫県明石市の病院勤務を経て、事件前年の2009年12月からは神戸市の総合病院で看護師として働き続けていました。病棟を担当していた横手さんの仕事ぶりは真面目で優しくて親切であったといいます。手際も良くて、担当する患者さんからの評判も良好な看護師でした。患者と向き合い、日々誠実に仕事をこなしていたのです。そんな横手さんが趣味としていたのが温泉とドライブでした。そしてその趣味を存分に楽しもうと、横手さんはある計画を立てていました。それが夏季休暇と年次休暇を合わせて1週間の休みを取得し、車で九州の温泉や観光地などを巡る一人旅をする計画でした。横手さんは小さい時から温泉好きであったそうですが、これまで遠出の一人旅というのは経験がなかったそうです。当時の居住地である神戸から車で九州を目指し、さまざまなところを巡るというのは初の試みでした。そして迎えた8月28日、横手さんは軽自動車を運転してまずは九州を目指す一人旅を始めました。女性の一人旅ですが、その旅行の道中では母親の携帯電話へこまめにメールなどの連絡を入れていました。旅行の楽しさを伝えると同時に、現在地や翌日の予定なども母親に伝えるまめな性格であったことがうかがえます。ただそれでも横手さんの祖母は、横手さんが女一人で長期の旅行をしていることを心配していたようです。孫の身を案じて、女一人で大丈夫か、着替えはどうしているのかなどと聞いていたそうです。この祖母の心配に対し、横手さんはビジネスホテルに洗濯機もあるので大丈夫と明るく返事をしていたといいます。ビジネスホテルでしっかり体を休めつつ、観光地や温泉を巡る旅を続けていたのです。8月29日には鹿児島県の桜島を巡り、背景に桜島が入った写真が母親に送られ、翌30日には宮崎県に移動をしていて、県庁前で撮影した写真が送られてきていました。そしてこの日の22時頃には、今宮崎にいる、明日別府に行くつもりという連絡が入っていたのです。宮崎県を巡り終え、次は大分県の別府をはじめとした温泉を巡ると思われる連絡が入っていました。しかしこの別府に行くつもりとの連絡を最後に、横手さんと連絡がつかなくなってしまったのです。31日の夜に母親が何度メールを送っても、横手さんからの返信が返ってくることはありませんでした。横手さんの友人からもメールが通じないのですが、どうしているか知りませんかとの問い合わせがあったことから、家族は娘に異変が起きていることを察知。9月2日の夜に警察に捜索願いを提出しました。
その翌日である9月3日16時40分頃には、別府市の交番に2日前から止められている車があるとの届け出がありました。この届け出を受けて警察が確認したところ、別府市の秘湯鍋山の湯に向かう道中に横手さんの車が施錠されたまま残されているのが発見されたのです。この鍋山の湯は別府三大秘湯の一つで、山裾にある明磐温泉からさらに山の中腹にまで入っていった斜面にあります。管理施設がなく、脱衣所も照明もないの湯となっていますが、旅行案内にも掲載されるような秘湯でありました。秘湯と言われるだけあって、当然のことながら日中でも人気は少なく、夜になれば道も暗いため誰もいない状態となります。その暗さから夜景を楽しむこともできるようですが、準備も知識もなしに気軽に足を踏み入れられる場所ではありません。またその人気のなさから、秘湯を訪れた人が駐車した車の窓ガラスが割られて車上荒らしに遭うというケースもあったといいます。そのため鍋山の湯に続く道中には車上荒らしの注意喚起の看板が立つほどでありました。他にも女性客を狙った盗撮などを目的としたよからぬことを考えている人物が秘湯を訪れることもあったそうです。こうした治安状況を知っている地元民は、特に女性一人でこの秘湯に訪れることはほとんどなかったといいます。しかし県外からの旅行客で温泉好きである横手さんは、こうした治安の情報を知らぬまま一人で秘湯へと向かったと考えられます。横手さんと連絡が取れなくなった8月31日18時15分頃、秘湯の約4キロ手前に位置するガソリンスタンドの防犯カメラには、横手さんが運転していたと思われる軽自動車が秘湯方面に向かっている様子が撮影されていました。この時期の大分市内の日没時間は18時30分頃であり、横手さんが現場近くに着く頃には周囲は暗くなっていても不思議ではありませんでした。こうして秘湯の方に向かった横手さんは連絡が取れなくなり、車だけが道中に残されていたのです。その後警察が付近の捜索を行った結果、9月4日午前9時15分頃に車から約200メートル離れたところにある雑木林で冷たくなった横手さんが見つかったという経緯でありました。発見された横手さんは上半身が T シャツで、下半身は下着という姿でしたが、乱暴された痕跡はありませんでした。ただ当日はスカートを着用していたとみられていますが、その着用していたスカートは見当たりませんでした。そして司法解剖で頭蓋骨の一部には陥没が確認され、横手さんの近くからは血のついた石が発見されました。また首の舌骨など3箇所の骨が折れていて、その骨折箇所から考えると、正面から手で首を絞められたことにより窒息で8月31日に命を奪われたことも明らかとなりました。これらの結果からも事件であることが明らかでありました。また財布や携帯電話、免許証、車のキーや衣類といった所持品も見つからず、警察は強盗殺人事件として捜査を開始したのです。秘湯手前のガソリンスタンドの防犯カメラの映像から、横手さんが秘湯に向かったことが分かったことからも、人気の少ない場所での防犯カメラの映像は大きな手がかりでした。別府市は秘湯に通じる参道脇に監視カメラを2台設置していたため、警察はこの映像から犯人の絞り込み特定を行おうと試みました。しかしカメラ2台のうち、なんと1台の配線が切断されていたのです。残された1台の方は記録が残っていましたが、残念ながら事件解決の手がかりになりそうな映像は確認できませんでした。目撃情報も乏しく、防犯カメラの映像にも手がかりは記録されていない状況であったのです。そもそも横手さんに恨まれるようなことはなく、関係者に話を聞いても犯人の心当たりはありませんでした。犯行手口も紐を使わず手で首を絞めるという方法であり、かつ雑に息していたことから、計画的ではなく流しの犯行の可能性が高いとも考えられていました。流しの犯行だと容疑者を絞り込みにくく、現場に犯人を特定できるような遺留品などもなかったことから、捜査は難航することとなりました。しかし事件は思わぬところから進展を見せました。事件発生からちょうど1年後となる2011年8月31日、横手さんを遺棄した容疑で一人の男が逮捕されたのです。逮捕された男は当時33歳の元暴力団組員安藤健二でした。逮捕時安藤は別の事件で公判中の身でした。5月20日に神奈川県川崎市の女性会社員の家に侵入し、現金1万9000円入りの財布を奪い、女性の顔を殴って怪我を負わせた強盗致傷などの疑いで逮捕起訴されていたのです。この件については後に懲役3年6ヶ月の実刑判決が言い渡されています。
ただこの5月に大分県警は現場からなくなっていた横手さんの携帯電話のSIMカードを安藤が使用していたことを突き止めていました。そして横手さんの服に付着していた DNA 型が川崎市の強盗致傷事件で逮捕されていた安藤のものと一致したのです。このことからまず遺棄の容疑で逮捕されました。その後安藤は横手さんを手にかけたことを認める供述を始めたといいます。事件について語り出した安藤の供述をもとに警察が別府市内の草むらなどの捜索を実施したところ、凶器とみられる工具のレンチが見つかりました。また横手さんが使っていたバッグや携帯電話なども見つかり、9月23日には強盗殺人容疑で再逮捕となったのです。こうして安藤の供述から徐々に見えてきた事件の経緯とその動機は悪質で呆れるしかないものでありました。安藤は大分県大分市の出身で、工業高校を卒業すると地元の建設会社に就職をしました。職場では真面目に働いていましたが、2003年11月に恐喝事件を起こして逮捕されています。逮捕起訴後は仕事先を退職することとなり、有罪判決を受けて服役することとなりましたが、この時に広域暴力団の組員とのつながりができたといいます。そして刑期を終えて出所すると組員となったのです。ただ組員となったものの、気弱な安藤には向かない世界であったといいます。そのため組員でありつつも川崎市の建設会社に籍を置いて資格を取得するなど真面目に働いていたそうです。2009年3月には片木に戻る決断もしています。しかし2010年6月に父親が他界したことを機に、母親が出身地である別府に移り住むこととなりました。ここで安藤は6月から9月にかけて休職し、別府市の母親の家に滞在していたのです。事件はこの休職期間中に別府市にいた時に起きていました。当時安藤は料金滞納で携帯電話を使えなくなるほど金に困窮していました。携帯電話は8月下旬から使えなくなっていたようですが、こうして困窮するのはこの時が初めてではなかったそうです。安藤は酒と女好きで有名であり、行きつけのスナックでは俺は野獣だと自分で言っていたことから野獣くんのあだ名がついていたといいます。酒癖の悪さは職場の同僚たちの間では有名であったようです。また女と酒に関わる事実も多かった安藤は、会社から数万円ずつ前借りすることを繰り返していました。自分の欲望を満たすために前借りを繰り返すほど常に金の余裕がない生活を送っていたのです。そんな中、別府市に滞在中、母親の車を使って出向いた先が秘湯へ続く道であり、ここで偶然見かけたのが横手さんであったのです。秘湯に続く道は未舗装で狭く、横手さんの車が見つかった場所から先はさらに狭い道でした。安藤の話と現場状況から考えると、18時30分から19時30分にかけてこの場所までたどり着いた横手さんは、続く狭い道を車で通れるのか確認するために一旦車を降りて歩いて確認したのではないかと考えられます。発見された横手さんに温泉に浸かった形跡がなかったことからも、温泉にたどり着く前に事件に巻き込まれたとされています。この横手さんが車から降りて歩いている時に出会ってしまったのが安藤であったのです。安藤は金品を奪う目的で横手さんを車で追い越して待ち伏せをすると、やってきた横手さんに声をかけました。しかし横手さんはこの呼びかけを無視して安藤から離れようとしましたが、安藤は突如横手さんの首に手をかけたのです。首に手をかけながらスカートを下ろすなどの猥褻行為までした挙句、安藤は所持していたベンチを横手さんの頭部めがけて何度も踏み下ろしました。この悪質としか言いようがない犯行で帰らぬ人となってしまったのです。その後安藤は現金約3万9000円が入った財布や携帯電話などが入った時価合計約16万5000円相当のショルダーバッグを奪い、動かぬ横手さんを雑木林に遺棄して逃走しました。この直後安藤は奪った金を使って滞納していた携帯電話料金の支払いを済ませています。その後は奪った横手さんの携帯電話からSIMカードを抜き取り、自分の携帯電話に差し込んでインターネット接続などまでしていたのです。ただこのSIMカードについては事件発覚を恐れてその後は使用していなかったようです。そして事件が発覚し、警察が手がかりが少ない中で懸命に捜査に当たる中、安藤は休職期間を終えて再び川崎市に戻りました。一人の命を奪いながら何事もなかったかのように職場復帰をしていたのです。仕事は真面目で特殊車両の免許を持っていたことで安藤は重宝されていたといいます。
しかし仕事は良くともプライベートでは女と酒に溺れ金に困窮する性格は変わっていませんでした。横手さんの事件からは逃げおおせていましたが、再び女性を狙った犯罪に手を染めたことで今度は逮捕されたのです。逮捕をきっかけに横手さんに付着していた犯人のものと思われる DNA 型とも照合して一致したことで、ついに過去の犯行も明らかとなりました。こうして逮捕起訴された安藤は強盗殺人、強制わいせつ致死、死体遺棄の罪に問われることとなったのです。ただ裁判で安藤は起訴内容を概ね認めたものの、金品を奪う目的だけでわいせつ行為をする意思と殺意も最初はなかったと主張しました。また自分の身勝手さでしてしまい申し訳ないなどと謝罪の言葉を述べながらも、検察側のわいせつ意思が生じた時期について質問がされると、どっちでもいいですなどと声を上げて証言台を押し倒すといった場面も見られました。検察側は強い力で首に手をかけていたことから殺意はあるとし、被害者のスカートを下ろすなどのわいせつ意思もあったと指摘しました。非道で酌量の余地もなく更生は不可能に近いとして、刑務所で一生かけて罪を償うべきとの判断から無期懲役を求刑しました。対する弁護側は強盗目的で意識を失わせるために首に手をかけたと主張し、わいせつ目的も当初はなかったと主張、反省し謝罪の言葉も述べていることから情状酌量を求めました。そして2012年3月14日安藤には求刑通りの無期懲役が言い渡されました。強盗と猥褻目的で横手さんを襲い、犯行の発覚を恐れて命を奪ったと認定されたのです。また前科の内容からも再犯の恐れが高いとして減刑を求めた弁護側の主張を退けました。残虐な犯行で刑事責任は極めて重大、自己中心的な犯行動機に酌量の余地はないとして求刑通りの判決となりました。この判決後、検察側、弁護側の双方とも控訴しなかったため、安藤の無期懲役が確定となりました。金と猥褻行為を目的とした男に偶然出会ってしまったことで、楽しい一人旅が一転して悲劇へとつながってしまったこの事件。あなたは一人旅や一人で出かけるときに楽しく安全に帰ってこられるように工夫していることなどはあるでしょうか。周囲の意見に左右されず、マイペースに楽しめる一人旅は男女問わず人気かもしれません。ただ何かトラブルが起きた時に周りに誰もいないと助けを求められないことも確かなことです。今では夜道や場所によっては男性でも大丈夫とは言い切れないのが現実で、事前に危険性を把握したり人気のない時間帯は避けたりする予防策を意識することが大切かもしれません。もちろんよからぬことを企む犯罪者が一番悪いのは確かです。しかし治安の悪いとされる場所であれば、その地域で防犯カメラの設置や注意喚起をしっかり行うことでイメージの悪化を防ぐことにもつながります。そして訪れる側も注意事項や喚起にはしっかりと目を向けて、どこでも安全に一人旅が楽しめるような世の中になればいいと考えさせられる事件の一つとなっています。横手ひろみさんのご冥福をお祈りいたします。